情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様チャンネル登録ね、面白かったらね、高評価のボタン、さらにですねコメント欄に感想など書いてください。はい、ということでウーバージャパンが書類送検されました。何をやったかというとですね、不法就労助長の疑いということで、共同通信に記事が出ております。はい、不法残留しているベトナム人らを配達員として働かせたとして、警視庁組織犯罪対策一課は22日、入管、難民法違反、不法就労助長の疑いで、ウーバーイーツを運営していた日本法人、ウーバージャパンの当時の代表の女性とコンプライアンス担当だった女性、法人としての同社を書類送検しましたと。で、コンプライアンス対応を担当だった女性はですね、すでに退職しているそうなんですが、外国人登録に不備があったことは分かっていたと容疑を認めているそうです。で、代表だった女性は、直接報告を受けてないので分からないと、しらを切っているそうなんですが、いやー、どういうことなんでしょうね。これね、問題ですね。不法就労のね、外国人を安い賃金でこき使うというのはですね、今世界的に問題になってまして、特にこれね、ドイツがまあ有名なんですよ。はい。不法就労の人とかって、まあ基本的にはすねに傷持ってますので、安い賃金で働かないって言っても、あ、いいです。もう職がいただけるなら何でもってなるし、大体その不法就労してる人の母国からするとね、そのまあ、ドイツや日本では安いと言われてる賃金でも結構高かったりするのよ。はい。その賃金でももう、母国に帰ればもう蔵が立つぐらいの勢いだったりするんで、働いちゃうのね。そうすると、そういうまあ、安い外国人がですね、賃金相場を安くするので、まあ、その国の人もね、例えば日本人とかドイツ人とかも安い賃金で働かざるを得ないというようなですね、まあ、悲惨なことになってしまうということです。まあ、よくね、ドイツではとかね、日本はオワコンだとかおっしゃってる方いらっしゃいますけれども、あんまりそのヨーロッパいいとこなんじゃなくない？ね、いいとこでもないんじゃないの？うん、格差結構ひどいしさ。あと給料明細なんかでもね、ドイツ天引きすごく多いことで有名ですよね。まあ、これ、海外駐在員向けのサイトなんかによるとね、同じ名目40万円の給料でも、日本だとまあ、ざっくり32、3万ぐらいは手取りでもらえるでしょ。ドイツだとこれがね、20何万とかぐらいまで、かなりやられちゃうんですよね。連帯税とかね、結構ね、税金重かったりするので。あとね、手当は入ってないんですね。日本はその40万円の手取りの他に、交通費とか、まあ、住宅手当もらえたりしますけどね、正社員の場合は。ドイツはもう全部込み込みで、40万したら40万しかくれませんので、通勤代そこから自腹切った上に、手取りはもっと少ないと、日本よりね。普通の税金とかも高いので。日本だと32万円ぐらいもらえるのが、ドイツだと26万とか、それぐらいまで、少なくなってしまうといった、サイトもあります。で、まあ、特にね、ドイツに関して言うとね、この、まあ、外国人のね、安い賃金を、まあ、たくさん使ってですね、資本家はめっちゃ儲けてるというのは結構問題になっております。でね、それをまあ、やめさせようということで、最低賃金導入したらどうだという話がずっと出てるんですけど、ついこの間ですね、この最低賃金の話が国会に出て否決されたというニュースがありますので、これもご紹介しますね。ドイツニュースダイジェストというところね、これの本当にね、今日の記事なんですけれども、これね、書いたのはですね、紹介しておきますね。書いたのはね、吉田恵子さんというね、通訳、兼ライターの方です。この方の記事によるとですね、不法就労、最低賃金と不法就労ということで、6月18日、連立与党ね、ドイツの連立与党は、要諦した話し合いの末、最低賃金の一般的な導入を行わないことを決定したと。最低賃金は資本主義の牙城であるアメリカほか EU 加盟国の大多数及び日本にもある。なぜ今となってドイツで話題になるのだろうか。ね、背景を探ってみたということで、まあドイツではね、長いこと、まあそういう、まあ外国人のね、安い労働力をガンガン、入れて、ね。それで、まあ、そのドイツ人もその安い賃金に合わせて働かなきゃいけないみたいな現実があるという話がこの後書いてあります。この方の記事によるとですね、ドイツといえば強い労組に質の高い労働力と効率性で高賃金を維持してきた国だ。しかし経済のグローバル化が進む現在、極端な低賃金で働く人が増えているということです。時給5ユーロ前後で働く人は全国で200万人を超えると言われている。そのせいか過酷な条件で働く人々について特殊ルポを最近よく目にすると。先日も時給数ユーロで、さらには、無給残業まで求められる高級ホテルの清掃係を扱ったドキュメンタリー番組が話題となった。ルポで取材の対象となっていたのは主にドイツ人労働者、もう他人事ではないと、いうことです。でね、このまあ低賃金のね、理由っていうのは、要は東欧を中心としたね、低賃金国から外国人労働者がまあ大量に入ってくるっていうのは非常にその影響が大きいと、いうふうに言ってます。ドイツではですね、低賃金でもね、これさっきも言いましたけど、その人たちの母国ではですね、もう蔵が立っちゃうぐらいのすごい高賃金なんですよ。
ね。で、EU 市民であれば出稼ぎは原則自由。ね。で、ドイツ企業にとってもですね、外国人であれば、労組との賃金、公定賃金協約で決められた賃金よりも安い額で雇えるので好都合だと。ね。つまりその、公定賃金協約よりも安い、まあ、最低賃金みたいなもんなんですけど、まあ、最低賃金もそのものはないんですけど、一応ドイツ人同士ではこれぐらい、ドイツ人を雇うときはこれぐらいでって決まりがあるんですけど、それを下回って雇っても合法なんですよ、ドイツでは。はい。で、結果ドイツ人もですね、そんな安く働く外国人がいるので、ドイツ人もその協約破りの賃金を飲まざるを得ないということで、さっきのホテルのね、高級ホテルのそのシーツ交換の非常に過酷な労働みたいなことが発生していると、いうことです。で、一応ね、この、まあ、記事によるとですね、これら安い EU 域外外国人労働者への牽制機能を持つのが従業員派遣法だと。建設業を中心に適用される同法は、ドイツで、活動する企業に対し、外国人もドイツ人と同じ条件で雇用することを義務化する。同法が適用される業界では、外国人もドイツ人同様の待遇を得て、すなわち最低賃金を払わなければならないことから、外国人を雇う意味が薄まると。で、マスコミの影響もあり、国内はこのところ最低賃金法制化に傾いていたんですが、結局ですね、ね、産業界の反発によってですね、与党が日和りまして、はい。で、法制化はせずに、今後も業界ごとの取り決めに任せることになったと。搾取を放置ということになってしまったわけです。いやー、これは大変ですよね。はい。で、まあ、外国人による不法就労もね、増えているということで、その背景はですね、まあ、この、同じね、このですね、吉田恵子さんのルポによるとですね、業界内でたとえ最低賃金が定められていても、それ以下で働きたい外国人は後を絶たず、企業ももちろん雇えるなら雇いたい。そういったことから、雇用主が被用者を、登録しない不法就労、そういうものがですね、建設、飲食店、タクシー、輸送業を、中心に、広く、まあ、一般的になっていると。で、ドイツの風物詩、白アスパラガス、取り扱いが難しく、収穫は今でも人間の手で行われている。収穫期には、大量の人手が必要となるわけだが、価格を上げずに利益を確保したい生産者は、毎年東欧などから安い季節労働者を団体で雇うことになると。不法就労も少なくなく、アスパラガス農家の摘発は、毎春の話題だそうです。その他にもですね、家事援助サービスとかですね、料理人、清掃を、有料で委託する仕事、そういったものもですね、まあ、割とこういうものが増えているということで、もうドイツどうなってんだということですよね。で、この件についてですね、イエンス・ベルガーさんというですね、ジャーナリストの方ですね、この方がですね、まあ、ちょっとこの人は左翼っぽいんですけれども、ドイツ帝国の正体、ユーロ圏最悪の格差社会というね、タイトルの本を書いてます。まあ、私これ勝手に読んだんですけど、まあ、ちょっと新自由主義がーみたいに言ってるところもあるんですが、まあ、一応データで引用してるところは結構こんなひどいんだドイツはってわかるんでね。まあ、そういう意味では、データの部分だけでもぜひ皆さん読んでほしいんですけど、このね、イエンス・ベルガーさんのね、ドイツ帝国の正体によるとね、ドイツの標準的な世帯の純資産、ね、純貨幣制資産額って言うんですけど、純資産ね、要はその貯金から借金を全部引いたものっていうのは、生命保険とか個人年金のも全部入れてもですね、8000ユーロに満たないと。8000ユーロっていうのは105万円ですよ。だから日本円で多分ね、100万円いかないというような状況でございます。で、ちなみにですね、日本はこれいくらぐらいなのかということで、ちょっと調べてみたんですね。で、金融庁のね、統計があるんですけど、これ一昨年かな、令和2年、あ、去年か、令和2年の、統計なんですけど、金融資産のね、まあ、平均値ね、保有額の平均値はですね、これも保有世帯を、平均値だから、ちょっと高めに出てるんですけど、まあ、1700万円です、日本の場合。ただ、負債がですね、平均で670万円ぐらいあるので、まあ、ざっくり1000万円ぐらいというふうになります。で、ちなみにその金融世帯の保有額のね、中央値ね、ちょうど前から数えても、後ろから数えても真ん中辺にいる人ってのは、だいたい900万円ですので、まあ、この900万円から670万円引いても、それでもまだ230万円ぐらい。ね。平均値はドイツの倍ぐらいあるということでございますので、まあ、ドイツ本当に豊かなのかというと、ちょっと統計上微妙かなと。で、さらに言うとね、格差がもっと広くてね、このイエンス・ベルガーさんの本によると、資産のね、上位 0.1%。ね、な資産額上位 0.1% が保有する、まあ、その純資産というのはですね、1世帯あたりで、1900万ユーロ、約24億円になるそうです。すごいですね。で、仮にドイツの億万長者の資産増大分で国家の赤字財政を補うとすると、6年と2ヶ月で赤字は解消すると。その後も億万長者は億万長者のままであり続けるということで、どんだけ格差がひでえんだというような状況になっていると
いうことでございます。まあ最近ね、おはようテラちゃんでね、私のあの前の時間にやっていただいているメイロマさんがね、まあイギリスのこの悲惨な、状況などについてですね、本当に赤裸々な、ことをね、語っていただきますけれども、まあなかなかね、カタログスペックだけではね、ちょっとこの実態ってわかんないですよね。例えばね、今年の3月こんな記事ありました。日本との差は歴然。ドイツ IT 業界の平均年収、高級の IT 職種は、というようなね、こんな、IT メディアかな、これ。IT リーダーズっていうね、その転職サイトがなんかに出てるんですけど、これそのドイツの IT のさ、高級サラリーマンの給料だから。うん。で、これ本当に選ばれしものですよね。で、ここだけ比べたってあんまり意味ないと思うんですね。アップルとアップルなってないと思うんですよね。全体的にどうなのかっていうところを見ると、さっきのね、その純資産額がいくらなのかとかさ、それからその不法就労に関するその構造的な問題とかね、まあそういったものがまあいろいろあるので、もう少しね、全体を見て、国際比較ってのはやらないと、まあしょうがないかなと。そういう意味ではね、日本は、まあ、メイロマさんなんかおっしゃる通りですね、外国に比べてね、まあ、その、格差が、まあ、まあ、どっちかというと少なくて、ね、まあ、こういったですね、まあ、外国人に関する搾取もね、まあ、今回、ウーバー捕まりましたけれども、基本的には違法ですと、不法滞在犯罪ですということで、厳しく対処しているので、まあ、そういう点ではいいかなと。まあ、だからね、このね、日本の社会どうやって守っていけるかって皆様のね、心がけ次第だと思いますのでね、頑張ってね、この国をね、しっかり守っていければと、いうふうに思っております。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はね、高評価のボタン、そしてね、チャンネル登録をお願いします。最後にですね、コメント欄に感想など書いていただけるとね、大変嬉しいです。ガー